こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。私たちってなんでこんなに丸顔でぽっちゃりなのかな？それを今聞くか？設定的なあれだろ？きっと、両親のせいだよね。両親が金髪スレンダー美男美女だったらよかったのにな。それは残念だったな。確かに私たちの特徴は生まれながらに受け継いだ両親の遺伝子に関係している。でも、私たちの持つ形質は後からでも変えることが可能なんだぜ。え？どういうこと？これに関係しているのがエピジェネティクスだ。フォトジェニック？映え写真じゃない。遺伝子が働くかどうかをコントロールする DNA のスイッチのような仕組みのことだ。DNA にはスイッチがあるの？じゃあ今回は、生まれた後でも機能する DNA のスイッチ、エピジェネティクスについて解説するぜ。この動画ではエピジェネティクスの基本情報からメカニズム、人は DNA スイッチによってどのように変化するのかを見ていこう。DNA スイッチによって、未来はなりたい自分になることができる。かもしれないので、ぜひ最後まで見ていってくれ。それではゆっくりしていってね。私たちはみんな、自分の体を作る設計図を持っている。その設計図が遺伝子だよね。両親の遺伝子は半分ずつ子供に伝わって、姿形だけでなく、時には行動や性格まで遺伝子が影響しているって言われているよ。それは確かだ。背が高い両親からは背が高い子供が生まれ、頭がいい両親の子供も頭が良い。ぽっちゃりの両親からはぽっちゃりが生まれる。ほんと、理不尽な世の中だと思うよ。でも、両親とも背が高くても低い子供になることもあるし、両親が高学歴でも子供が必ずしも頭が良いかというとどうだろう？両親と似た傾向がある場合が多いけど、必ずしもそうとは限らない気もするね。それに、同じ両親の遺伝子を受け継いでいる兄弟でも、顔形、身長、好みや性格も違う。一卵性の双子も微妙に違うから両親はちゃんと見分けがつくんだよね。本来なら同じ遺伝子を分け合って生まれているわけだから、クローンみたいに全く同じであってもいいと思うけど、一卵性双生児の微妙な違いについては、遺伝子からすでに違っていることが分かっているぜ。一卵性双生児なのに遺伝子が違うの？人の遺伝子はおよそ2万個あるとされているが、アイスランド大学で行われた研究によると、381組の双子の遺伝子を調べたところ、平均して 5.2 個の遺伝子に違いがあることが判明しているんだ。5個？ 2 万個のうち5個ぐらいしか違わないのもすごいけど。でも、特に一致率が低かった39組では100個を超える遺伝的な違いが確認されたそうだぜ。ということは、一卵性の双子であっても、遺伝的な違いが生じているんだ。でも一卵性っていうぐらいだから、同じ遺伝子を持っているんじゃないの？確かに同じ遺伝子を持っている。こうした遺伝子の違いは、細胞数が増える過程で生じた突然変異、つまりコピーエラーと考えられているぜ。そうだったんだ。しかし、このコピーエラー以外にも一卵性双生児に違いが生じる原因がある。それがエピジェネティクスだぜ。なんなのそれ？あまり聞き慣れない言葉だけど、遺伝学ではとても重要な学問の一つだ。エピジェネティクスは構成説と遺伝学を合わせて、できた言葉で、構成遺伝、つまり遺伝した後の遺伝子について研究する学問だ。遺伝した後の遺伝子？両親から受け継いだ遺伝子は、基本的にその塩基配列は生涯変わることはない。だけど、生まれた後に、遺伝子の発現の仕方が変わることによって変化するんだ。その発現は遺伝子のオンオフによって切り替えられているぜ。オンオフってスイッチみたいだね。つまり DNA にはスイッチみたいな仕組みがあるってこと？その通り。スイッチが切り替わることによって遺伝子の働きがガラリと変化するんだ。だから、同じ両親から遺伝子を受け継いでいるはずの双子や兄弟であっても、様々な体質や能力の違いが出るわけね。一卵性双生児はほとんど同じ DNA を持っているけど、二人の体質や能力、病気への抵抗力などは成長に従って徐々に異なっていく。ついには二人の運命すらも大きく変えてしまう可能性もあるぜ。確かに、癌みたいな病気はいくら双子といえど、同時にはならなそうだよね。アメリカにあるジョンズ・ホプキンス大学のスティーブン・ベイリン博士らが行った、1万6000組の一卵性双生児のデータの解析をした研究によると、生まれ持った遺伝子が原因で癌になる確率はたった 8% だったそうだ。たった 8%。ということは、それ以外に癌になる原因は、育った環境とか生活習慣などが影響しているのかな？今まではそう考えられていたけど、そこに DNA のスイッチ、つまりエピジェネクティスが大きく関わっていることが分かってきたんだ。一体どんな風に関係しているの？細胞の異常な増殖を抑える働きを持つ癌を抑える遺伝子がある。健康な人はこの遺伝子が働くおかげで癌が防がれるぜ。その遺伝子欲しいね。ところが、癌患者の DNA スイッチの状態を詳しく調べたところ、癌を抑える遺伝子を持っているにもかかわらず、
そのスイッチがオフになっている人が多くいることがわかったんだ。ガンを抑える遺伝子を使えていない状態ということ？だからガンになっちゃったんだ。なんで、DNA のスイッチがオンになったりオフになったりするんだろう？通常、遺伝子は上部をコピー機のようなものが走ることによって、設計図が読み取られる。ガンを抑える遺伝子はその情報をもとにガンの増殖を抑える物質を作り出し、ガンを抑え込む。これが正常な状態、つまり DNA のスイッチがオンになっている状態だ。ふむふむ。一方、DNA のスイッチがオフになるのは、ガンを抑える遺伝子がくしゃくしゃに折りたたまれている時に起きる。遺伝子の設計図がしわくちゃになっちゃうの？こうなるとガンを抑える遺伝子はうまくコピー機に読み取ってもらえなくなり、ガンを抑える物質が作れなくなるぜ。なんでくしゃくしゃになっちゃうの？それは DNA メチル化酵素のせいだ。何それ？この酵素は、メチル基と呼ばれるとても小さな分子を DNA にくっつけ、周りにある物質を引き寄せて DNA をくしゃくしゃにしてしまう。この状態をメチル化と呼ぶぜ。つまり、DNA がくしゃくしゃにメチル化されると、遺伝子のコピーがうまくできなくて、機能しなくなっちゃうんだ。これがスイッチオフの状態ということだね。こうしたスイッチの切り替えは、およそ2万個ある全ての遺伝子で起きる可能性があるぜ。うわぁ、全部の遺伝子で起こり得るの。遺伝子を2万枚もの分厚い設計図の本と考えた場合、くしゃくしゃになったページの違いによって、発現する遺伝子が変わってしまうということになる。だから遺伝子は変わっていなかったとしても、どれがオンになっていて、どれがオフになっているかで全く違う特徴が現れるんだね。これはガンだけではなく、生活習慣病や精神疾患、肥満や老化など、様々な生命現象にも当てはまる。エピジェネクティスはこのように、DNA のメチル化によって、体質や能力、病気のなりやすさなどに大きく影響していたんだ。エピジェネクティスは、私たちの運命や人生までも左右するかもしれない重要な役割を持っていそうだね。実は、遺伝子の発現をオンオフする要因は日常生活にも隠れている。なんと子育て中にもそれが起きているかもしれない。子育て中にもメチル化しているの？多くの動物がグルーミングという、相手の毛を舐める毛づくろいを行っているが、マウスもまた親マウスが子マウスの毛を舐めて毛づくろいするぜ。微笑ましいね。でも、中にはあまり毛づくろいをしてやらない親マウスもいるそうだ。人間の世界でも子煩悩な親もいれば、ドライな親もいるしね。実験によると、あまり母親に舐めてもらえなかった子マウスはストレスに対してより敏感になる。舐めてもらえないと、一部の遺伝子がメチル化され、ストレス耐性が低くなってしまうんだ。つまり、舐めるというお母さんによる刺激は、子供のストレスへの耐性に変化を与えるってこと？ストレスに弱いマウスは、自分の子供の世話をしない傾向にあるそうだぜ。マウスの世界でもネグレクトがあるんだね。さらにメチル化は親子の愛情にも関与している。哺乳類のメスは妊娠中に多量の女性ホルモンを放出するぜ。そして、この女性ホルモンはオキシトシンというホルモンの放出を促す。オキシトシンって何？これは人に優しくしたり、人から優しくされたり、人間同士の愛情が深まる時に分泌されるため、愛情ホルモンとか幸せホルモンなんて呼ばれているものだ。このオキシトシンは、舐めてもらえないことで分泌が減ってしまうことがわかっている。なんで減っちゃうの？女性ホルモンからオキシトシンへつながる経路に関与する遺伝子をメチル化してしまうからだぜ。だから子供の世話もあまりしなくなってしまうんだ。毛づくろいしてもらえなかった子マウスは、ストレスへの耐性が減少するだけでなく、愛情ホルモンの分泌に関わる遺伝子がメチル化されて機能しなくなっちゃうんだ。だから、自分が親になった時、親子の関係もうまくいかなくなる。親にしっかり子育てしてもらえなかったマウスは、ストレスを抱えやすく子育てもおろそかなマウスになっちゃうんだね。きっと、社会にも馴染めない子になっちゃうかもしれないね。このように、体の中の遺伝子だけじゃなく、生まれた後の環境によってもエピジェネティックな変化は起きるんだぜ。意外と簡単なことでメチル化って起きるものなんだね。エピジェネティクスは、環境や体験によっても起こる。例えば、飢餓経験がある人の子供には、ある特徴が見られることがわかっているぜ。飢餓ってつまり食べ物がないことで起こるんだよね？一体どんな実験をしたの？元は実験のためではなかったぜ。飢餓の状況は戦争によって引き起こされた。1944年、第二次世界大戦の終結間際の冬、オランダ西部の地域がドイツ軍に占領された。戦争の煽りを受け、交通インフラが破壊され、食料が届かなくなってしまったんだ。それで食べ物がない状況になってしまったんだね。この飢饉は、翌年5月にナチスドイツが降伏し解放されるまで、7ヶ月も続くことになった。これにより、2万2000人もの住民が餓死しているぜ。そんなに、戦争はやっぱり恐ろしいね。ただし、食料不足の打撃を受けたのは主に都市部の住民たちだった。
郊外では農地が無事な地域があったため、自給自足できた人たちは飢餓から免れている。それは不幸中の幸いだったね。飢饉があった地域となかった地域、この二つの地域は、人間に与える飢餓の影響の比較として大規模に調査されることになった。よくそんな研究をしようと思いついたね。特に妊婦さんの栄養不足による、子供の長期的な健康に与える影響は注目すべき点だ。この追跡調査は、悲劇から70年以上経った現在でも続けられているそうだぜ。まだ続いているの？で、飢餓によってどんな影響があったの？まず、飢饉の最中に生まれた子供は出生時の体重も軽く、病弱な傾向だった。そして、母体が飢餓を経験した子供は、統合失調症発症率が通常の約2倍になっている。お母さんが栄養を取れないんだから、お腹の子供だって栄養不足で生まれるのは当然だよね。だから、妊婦さんはお腹の子供の分も食べなきゃいけないんだね。ところが、子供たちは成人すると、かなりの頻度で肥満となり、糖尿病になる率が高かったぜ。栄養不足で貧弱に生まれてくるのはわかるけど、大人になると肥満になりやすいの？しかも、彼らの子供、つまり飢餓を経験した母親の孫世代もまた、肥満や糖尿病になる率が高かったんだ。子供だけじゃなくて孫にまで影響しているっていうこと？この傾向は性別問わず、片親が胎児の時に飢餓を経験しているだけでも見られている。孫世代は当然、お腹の中にいた時飢餓など経験していないぜ。にもかかわらず、片親が胎児の時に経験した飢餓の記憶が、その子供にまで現れていたんだ。不思議な現象だね。これら一連の謎を解明する鍵となったのがエピジェネティクスだ。2014年、オランダ、ライデン大学のグループが、赤ちゃんの頃に母親が飢餓を体験した48人のゲノム DNA のメチル化状態を大規模に調査した。その結果、DNA のメチル化状態に異常が見られた領域が181個見つかったぜ。飢餓を経験すると、メチル化が起きやすくなっていろんな遺伝子がオフになるんだね。それらに影響されると考えられる遺伝子の多くは、成長促進や臓器形成などの発生に関するもので、エネルギー代謝に関わる遺伝子の調節領域が特異的にメチル化されていた。これにより、脂肪代謝の異常などが引き起こされ、肥満や糖尿病となったようだ。脂肪を代謝する能力が低くなっているのに、普通の食事をしていたから太ったり糖尿病になってしまったんだ。さらに DNA メチル化の異常は、妊娠初期に母親がひどい飢餓を経験した人に顕著に現れた。このことから、妊娠中の特定の時期にエピジェネティックな細胞の状態が、決定されるということが考えられるぜ。妊娠初期って実は赤ちゃんにとって、とても大事な時期だったんだね。この時はお母さんはダイエットなんてしちゃダメなんだね。ところで、DNA のメチル化が妊娠中のストレスによってお腹の赤ちゃんに影響をもたらした。というのはわかるけど、孫の世代でも影響を受けているというのは疑問だな。だってお腹にいた時に親が飢餓を経験していないんだから、一体どうやって遺伝するんだろう？これまで生物学では長らく、後天的に獲得した。つまりエピジェネティックな変化により獲得した形質は遺伝しないと考えられていたぜ。なら子供の影響が孫に遺伝するわけないよね？ところが近年になって、この飢餓の例に限らず、通説を覆すようなことが他でも報告されるようになっている。どんな報告があるの？オーストラリア、ニューサウスウェールズ大学で行われた研究によると、高カロリー食で肥満になった父ラットの娘は糖尿病の発症率が高いことがわかっている。パパが肥満だと娘は何もしなくても糖尿病になる確率が高くなるの？高いカロリー食で肥満になった父親ラットは当然糖尿病になる。しかし、その娘ラットは、普通の食事で育てたにもかかわらず、インスリンを出す細胞に異常が見られ、糖尿病予備群の状態になったというんだ。後から環境によって変化した性質を、その子供が引き継いだということになるね。ちなみに娘ラットの食事は普通なので太ることはない。それでも糖尿病になる可能性が高いんだ。これは遺伝的要因ではなく、父の生活習慣が娘の糖尿病の発症や進行に結びつくことを示しているぜ。つまり、親の生育した環境によって、子供も変化を受ける可能性があるということだ。それももしかしてエピジェネティクスが関係しているの？その通りだ。ということで、次にエピジェネティクスが遺伝する経緯について見ていこう。2020年理化学研究所の研究によると、線虫を使った実験でエピジェネティックな変化が遺伝する仕組みが分かってきた。線虫って、ガンを匂いで嗅ぎ分けるっていう？最近、ガンの検査キットにもなっているので認知度が上がったな。線虫は体長1ミリほどの土壌動物だ。体が無色透明であることから、生きたまま細胞の中を顕微鏡で観察でき、動物では初めて全ゲノム配列が解読されたことから、遺伝学的な実験などで、モデル生物として広く利用されているぜ。
その線虫でどんな実験をしたの？まず、親世代において、成虫になるまでの発生過程で過酸化水素にさらして小さなストレスを与えて育てる。過酸化水素は漂白剤や脱色剤としても利用されるもので、DNA やタンパク質、脂質などの細胞成分に損傷を与え、DNA メチル化が起こることがわかっているぜ。線虫にはどんな変化が現れたの？軽いストレスを与えたことで、ストレスに対する耐性が大きく上昇するよう、エピジェネティックな変化を見せたぜ。ストレスに強い体に変化したんだ。さらにその耐性は、ストレスを与えずに育てた子世代や孫世代にも受け継がれることがわかったんだ。オス親のみにストレスを与える場合でも、その子世代の線虫でストレス耐性上昇や寿命が伸びるといった現象が見られているぜ。やっぱり後から変化した形質も遺伝するようだね。親世代に起きたエピジェネティックな変化は、腸組織から生殖腺に別のエピジェネティックな変化を誘導していることもわかった。一箇所で起きた変化の情報は、生殖器官にまで伝達していたということ？ということは、それが関係して子供に遺伝したのね。だから、後から獲得した形質であっても、子世代へ継承されるというわけだったんだぜ。なるほどね。それにしても、なんで子供に遺伝させるんだろう？それには一つの仮説がある。それは生存戦略だからというものだ。でも、親が食べ過ぎとか飢餓で不健康だったことが、子供にまで悪影響が及ぶのって生物的にはデメリットな気がするけど？でも、ストレスに対する耐性が遺伝する場合はメリットとなるぜ。それに、飢餓状態では、エネルギーを効率的に貯蓄することは生存に不可欠だ。飢餓によって太りやすくなってしまったのは、脂肪を蓄えるためだったということ？そう考えると、エピジェネティックな変化は子孫にとって有利な特性となる。となると、この変化した部分は、子孫に役に立つから遺伝するのかもしれない。だから、後から変化した部分も大切に受け継ぐよう、生殖器官にも影響を与えるってこと？生物の究極の使命は子孫の繁栄だ。エピジェネティックな変化を子供に伝えるのは、様々な環境に適応する能力を速やかに子孫に残す、生存戦略の一つなのかもしれないな。親のせいで太るのは困るけどね。でも、もし遺伝しなかった場合、地球規模で大飢饉が起きて、何世代も食べ物に困ることになってしまったら、私たちは順応できずに絶滅するかもしれないぜ。そう考えると、長い歴史の中で、私たちの祖先は DNA のスイッチを切り替えることでこうした変化に対応し、子孫が困らないように遺伝させてきたおかげで今の私たちがいるのかもしれないね。だとしたら、確かにこれも生命の生存戦略の一つと言えそうだね。さて、ここまで見てきてもわかったと思うけど、遺伝子のメチル化によるエピジェネティクスは意外と簡単に起こる。なんだか、自分の才能は親の遺伝子が関係しているから、ある程度の運命って決まってしまっていると思っていたけど、もしかしたら自分の運命は案外簡単に変えられるのかもしれないね。その通りだ。そもそも、何かをしたら必ずメチル化が起こる、というものでもないんだ。同じストレスを感じていてもメチル化が起こる人と起きない人がいる。その詳しいメカニズムはまだ研究段階なんだ。そうなんだね。また、両親に恵まれないと思っている人でも、学校の友達や先生、親から独立した後に良い仲間と巡り合うことでメチル化が解除されることもある。そうなの？食事や運動などによっても DNA メチル化酵素の量が変化し、スイッチが切り替わることが分かってきているんだぜ。それって、今私たちが健康を維持するためにやっていることは無駄じゃないってこと？霊夢は健康のために何かやってたっけ？これでもちょっとは気にしてるんだよ。そうだったか。じゃあ、そのまま頑張ってくれ。食事や運動に関しては、生活習慣によるスイッチの変化が特に期待できるぜ。さらに、DNA メチル化酵素を薬でコントロールしようという研究も進んでいる。何？その夢のような薬。ジョンズ・ホプキンス大学では、この薬の開発に向けた研究が世界に先駆けて進められている。それってつまり、DNA に直接作用する薬ってこと？実際臨床実験も行われているそうだ。例えば、癌を抑える遺伝子に働きかける薬を投与すると、DNA メチル化酵素がやってきても、その働きが抑え込むことができるというんだ。つまり、癌を抑える遺伝子がくしゃくしゃにならないってこと？そうだ。癌を抑える遺伝子が正常に働けば、癌を抑える物質が作られるようになる。最初の臨床試験では、末期の肺癌患者45名中、およそ3割の患者で効果が見られ、中には腫瘍が完全になくなった人もいたそうだぜ。嘘？ついに人類は癌に勝ったの。そうなる日も近いかもしれないな。そして、これを応用すれば、病気だけでなく、様々な能力や体質などに関わる DNA スイッチを切り替えることも可能だろう。わぁ、記憶力がアップする薬とか、スタイルが良くなる薬が欲しいな。
他にも、寿命を伸ばしたり、糖尿病を防いだりする研究も世界中で進められているぜ。とはいえ、身長や外見については変えようがないよね。でも、エピジェネティックな変化は、栄養状態や生活習慣、ストレスなどの環境因子によって、引き起こされるが、これらの因子は外見にも影響を与える。老化を進める遺伝子のスイッチをオフにして肌を若返らせようという研究もあるし、化粧品メーカーにもエピジェネティクス研究は取り入れられていて、すでにエピジェネティクスコスメも販売されているんだぜ。いつの間に、エピジェネティクスは人類の未来を変えるすごいものなのかもしれないね。薬の開発にも期待したいところだけど、私たちの体にはそもそも遺伝子の働きを変える仕組みがすでに備わっている。ストレスを受けるだけでメチル化して、遺伝子の働きを変えているからね。それを逆手に取れば、DNA スイッチによって、自分の運命だけでなく、自分の子供や孫の運命まで変えられるかもしれないぜ。どうやって？コペンハーゲン大学では精子トレーニングの研究がされているそうだ。はい？精子ってトレーニングできるの？毎日1時間の有酸素運動を6週間続け、子作り前の一時だけ、自らのメタボを改善することで、精子の中のメタボに関わる DNA のスイッチを健康な状態に切り替え、生まれる子供に遺伝させようというわけだ。やっていることは、ただのメタボ解消運動だけど、それが DNA のスイッチにも影響するの？さっきも線虫の研究で、エピジェネティックな変化が生殖腺に影響を及ぼしているという話をしたけど、人間もまた精子に変化をもたらしていることが確認されている。太った男性10名から精子を採取し、精子に含まれる DNA スイッチの状態を解析したところ、2種類の DNA スイッチがオンの状態になっていた。食欲を増すと脂肪を貯めることに関わる DNA のスイッチだ。あらら、精子の段階ですでに太る遺伝がオンになってる。でも、これまでの研究で、太った人が運動やダイエットなどによって、精子の DNA スイッチを健康な状態にできるということがわかっているぜ。太ったパパラットの反対のことをするってことだね。精子を健康な状態にしておけば、自分たちの子供のためにもなるんだ。ぜひ実践すべきだね。近年ではこのように、最先端の研究によって、親が経験によって獲得した性質や体質の一部が、次の世代に遺伝する可能性が明らかになってきている。子供を考えている世代の人たちは、自分の行動が未来の自分の子供にも影響を与えるということを理解しておくことがとても大切なようだね。DNA のスイッチという不思議な仕組みが、私たちの体に備わっている理由について、それは生存戦略の一つであるという話をした。そのことを裏付ける研究が、NASA で行われているぜ。NASA が？調べたのは、一卵性双生児の宇宙飛行士、スコット・ケリーさんとマーク・ケリーさんの DNA スイッチだ。すごい。双子の宇宙飛行士がいるんだ。国際宇宙ステーションに1年近く滞在したスコットさんと、地球に残ったマークさんの DNA に起きた変化を比較することによって、宇宙で起きた変化を詳しく分析したぜ。何か変化があった？宇宙にいる間に、スコットさんの体内では9000以上の DNA スイッチが変化していたんだ。そんなに変化があったの？宇宙では強力な放射線が降り注ぐため、DNA に傷がつき、癌などのリスクが増すことがすでにわかっている。でも、スコットさんの体の中では、それに抗うかのように、DNA の損傷を修復するスイッチがオンになっていたそうだ。人の体ってすごいね。また、無重力空間では次第に骨が脆くなっていく。それを防ごうと、骨を作る物質を増やすスイッチがオンになっていたぜ。自分の足りないスイッチを次々にオンにして宇宙空間に適応しようとしているんだ。それも、人体がこれまで一度も経験したことのない、宇宙という環境で起きているんだ。体が未知の環境に適応しようとしているということになるぜ。まさに、DNA のスイッチは、未知の環境にも素早く適応することが可能で、どんな環境でも生き抜くために備わった仕組みだということが言えそうだ。私たちは今まで気がつかなかっただけで、実は、これまでも何度も急激な環境の変化を、短期間に乗り越える DNA スイッチによって生き延びてきていたのかもしれないね。きっと、この先の未来もこのスイッチによって助けられながら生き続けるんだろうね。というわけで今回の動画は以上だぜ。DNA のスイッチエピジェネティクスを中心に解説してきたけどどうだった？まさか親から受け継いだ DNA が、スイッチによって後から変化するだなんて思いもしなかったよ。これからは、自分のコンプレックスを両親の遺伝のせいばかりにはできないな。早くいろんな DNA スイッチを操作できる薬が開発されるといいな。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。